私を愛するなら私の戒めを守りなさい。私は父にもう一人の助け手を送っていただくようお願いします。その助け手はいつもあなた方と共におられます。その方とは聖霊、すなわち全てを真理へと導いてくださる霊のことです。要はこの方を受け入れることができません。この方を求めもしなければ認めようともしないからです。しかしあなた方はこの方を知っています。あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を見捨てたり、孤児のように置き去りにしたりすることなどありません。必ずあなた方のところに帰ってきます。もうすぐ私はこの世を去りますが、それでもなお一緒にいるのです。私はよみがえり、あなた方も命を受けるからです。私が復活するとき、あなた方は私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、また私があなた方のうちにいることがわかります。私に従い、私の戒めを守る人は私を愛する人です。私を愛する人を父は愛してくださいます。私もまたその人を愛し、私自身を表します。ユダ、イスカリオテユダではなく同盟の他の弟子がイエスに不思議そうに尋ねました。先生、私たち弟子にだけご自分を表そうとなさって、世の人に表そうとなさらないのはどうしてですか？私を愛し、私の言葉を守る人にだけ私は自分を表すのです。父もまたそういう人を愛してくださいます。私たちはその人のところに来て、その人と一緒に住みます。私の言葉を守らない人は私を愛していないのです。私は自分で考え出したことを話しているのではありません。私をお使わしになった父が教えてくださったことを話しているのです。今まだあなた方と一緒にいる間にこのことを皆話しておきます。しかし父が私の代わりに助け手を送ってくださる時には、その方があなた方に全てのことを教え、私が話しておいたことを皆思い出させてくださるのです。あなた方に贈り物をあげましょう。あなた方の思いと心を安らかにすること、それが私の贈り物です。私が与える平安はこの世の儚い平安とは比べ物になりません。だからどんな時にもおろおろしたり恐れたりしてはいけません。私は去っていくがまた戻ってくると言ったことを思い出しなさい。本当に私を愛しているなら、今私が父のもとに行けるのを心から喜んでくれるはずです。父は私よりも偉大だからです。私はまだ起こっていないことを前もって話しました。それが起こった時にあなた方が私を信じるためです。もうあまり多くのことを話す時間がありません。この世の悪い支配者がそこまで近づいているからです。彼は私に何もできません。私は父が死なさいとおっしゃることを進んで実行します。私が父を愛していることを世の人が知るためです。さあ出かけましょう。